広島1の2阪神、23日、松田スタジアム、広島が連日の1点差し負けで阪神とのゲーム差が2、5に広がった。首位攻防3連戦は広島の1勝2敗。あと一歩及ばなかったが、デイリースポーツ評論家の岡義明氏は、若い選手が経験を積んで伸びてきているところに希望を感じる、と語り、中でも矢野の急成長を挙げた。 広島はこの3連戦、結果によっては首位に立つ可能性があったが、ところどころに若さや経験不足などが顔を出し、残念ながら一勝二敗に終わった。ただ最後までスリリングな展開に持ち込んだ粘りは見事だったし、若い力が育っていることを実感した。この日の試合で言うと矢野田、9回は抑えで登板した阪神。 ゲラからヤノと石原の連打で一死一三塁の後期を作ったが、最後は代打の松山が二頃併殺に倒れ、逃げ切られた、7回には若さを露呈し、塁上で噴死したけどね。一死一塁で石井のワンバウンド投球に飛び出して刺された場面。ここは二点ビハインドでもあり、冷静な判断が必要なところだった。でも、暴走と高走塁は神人へ、と言われるように、 次の類を狙っている走者ほど陥りやすいケースでもあり、一概にミスとは片付けられない側面もある。実際に5回には2投を決めているし、何より彼には抜群の守備力がある。矢野の守備はあの強肩を含めてかなりレベルが高い。菊池との二遊間コンビは9回随一と言ってもいいほど。問題はバッティングで、これに磨きをかければレギュラーを取れる力がある。 と言われていたが、昨年1割台だった苦手の打撃は2割台半ばまで上げてきている。内野手登録のレイノルズとシャイナーの両外国人選手が開幕早々、故障で登録を抹消されたのは大きなきっかけになったかもしれない。ショートを守っていた小園が三塁に回る布人が定着しつつある現状を考えれば、外国人二人が戻ってきたらどこを守るのだろうという疑問が浮かぶ。 矢野がショートの定位置を奪ったとまでは言えないが、確保するチャンスではある。それができるかどうかは本人次第だけどね。課題とされる打力に関しては、9回に3アンダメを放ったように着実に成長している。足を活かせる7番という打順も打線を機能させる意味で、ハマっていると思うね。打席での粘り強さ、脚力、8番へのつなぎ、 など相手に考えさせるいやらしさがある。結局、半身投手陣を打ち崩せず一点差し負けに終わったが、9回は見応えがあった。一死一塁から石原の左中間浅めのヒットにダイソーのハツキが三塁を奪った。レフトのノイジーは動きがいい仕方が強い。しかし確信があったのだろう。ハツキの総力はピカイチ。迷いなく三塁へ向かった。 本人の判断とベンチの考えは一致していたと思う。これこそプロの走塁だ。チーム全体を見渡せば、坂倉の一塁の守備や石原のリードなど、この3連戦を通じて経験不足という一面は見えたが、若さには失敗がつきもの。その若いチームの連日の粘りには大きな希望を感じる。